はい、今日はね、こちら。河内ではね、有名な、これ、朝採りの鴨なんですよ。こういう、よいしょ。これ、一匹分ですね、ほぼ。これを今から、さばいていきたいと思います。使う包丁はいつもの高指です。ありがとう。これね、ほんま本来は皮の方から切った方が多分切りやすいと思うんですけど、高雪なんで、全然切れますね。これ半分に切ってしまおうかな。これはね、あとはちょっと鍋用に一回取っとこうかなと思うんで。お父さん。はい。見て。こちらね、これ立派なずりですね。これ半分でも、うん、こんな感じでできてる。すごいやん、できてるやん。いいでしょ。うん。
隅を起こしておきますわ。はい、このようにね、今切り分けました。このね、河内鴨、津村本店さんで買ってきていただいたんですけど、ちょっとね、誕生日が近いということで誕生日プレゼントで鴨もらったんですけど、めちゃくちゃうまいです。これも捨てる？焼いてしまう？ちょっと後で包丁もらっていいかな、うん、その黄色いとこ落とすわ、脂がすごい。ほら、ありがとう。これがさ、これがさ、イクラの皮やで、めっちゃうまい。切り方失敗したからめっちゃこれ取りにくいわ、黄色いとこ。そうか、この黄色いとこは捨てるんか。売ってるのでも見たことないもんな。あ、なんか買ったくてなんかあれやなと思っててんけど、まあ一回あれしてみようかと思って。焼いてんの忘れた。真っ黒になった。大丈夫。揚げてしま
うん。釣りをサービスしてくれるってすごいな。しました。うん。それの声で。油がすごい。うん、油うまい。めっちゃ。うん、ブルーやばい。これは買いに行く価値あるね。油が、うん、生で食うた鴨の中で多分ナンバーワン。ご飯やるんやったらじゃあごと思ってしてます。ありがとう。持ってきてくれたらさすで。うん、これ油だよ。先っぽだけで奥まで入れらんねん。結構硬いのよ。ちゃんとあのこの辺も打ってくれるな。曲がるんやけど。いやだから、日本だってよこれ。
それが危ない、匂い、それ刺すのが。不器用か。見ないで。刺さった後のやつだけ見て。不器用か。作業途中見られたくない。なんかもう、内股みたいなってこと。普通逆やな。これウイスキー山崎12年18。ラフロイグ。そんなことないや。食べる。これあげたらいいんじゃん、さっき。あ、そっちやな。歯応えがあれかなと。ネギすぐ焦げるか。あ、やめて。何をどう見てそれがだんじりに見えた。ええ匂いするわ、ネギの。するね。うん。それを焼く？トントロを焼いてあげるってこと？うん。新しい。え？座ってって言わんかったっけ？ここパーティーやパーティー。くるくる。お母さん。お母さん逮捕するよ。なんで？全然食べてよ。ネギがめっちゃきつくなこれ。ああ。ネギだけ落ちていく感じやん。いい季節やな、うん、心地いいし。ここすわ。いいよ、見て。ネギやばいぐらいひっつくな、これ。生かな。完全に生やで。どう見ても。多分無理やね。あの一回揚げて余熱でとか繰り返さない。全然無理やね。うん、焼き切ってしまうのも取られへん。
沢バーベキュー。3週は確定やな、うん、下手したら4週ぐらい行ってるかもしれない。4月毎週だった気がする。ネギ溶けてんね、うん。もうもらっていい？うん。うん。鴨の油をちょっとネギにしますわ。うん。めっちゃうまい。うわ、うまっ。これ、トントロか。カモ食べてや。いいの？うん。ベン大丈夫よ。炭で焼いてるから。食べてみ一回。お父さんも食べてみ。奥さんハイボールいただけますでしょうか。
あ、全然後でもいいんで、後でいいです。うん、お母さん、はい、他物の中に隠しとくわ。こうやったら見たら変でしょ。しっかりやってた。あ、なんか落ちたのかい？右か。エンガーバーベキュー最高やね。一気に炎上がるやんか、こんだけトントン置いたら、うん、やばい。あそこ、このタイプで炭火で、あの公園できへんかな。バーベキュー禁止ではないんかな。大神禁止じゃない。禁止じゃない。ほなこれ持っていこうかな。持っていける。なあ、これ持ってって炭持っていったら簡単にできるよ。炭火でやってない。あれタフマルかなんかや、うん、いつもコンロやで、ね、花ちゃん、うん、何がコントロール。タンは何でも種で、まあ、文句言わんで。野菜野菜は文句言うらしい、うん、なんか小林みたいなのずっと来てる。ネギいけそう。今の食べてからうまーのタイミング完全に青取られてる。うまっ。あ、わざとらしい。手伝われへんって言ったでしょ。いや、ややこしいことになる。今めっちゃ油すごい。来
ちょっとあれ貸して。いるやん。食べてやかも。うん。本当食べ。うん。口入れたの。うん。うまっ。あ、お肉は？高いよ。